カレーナゲットを作ります。玉ねぎ1 4分の1個、卵1個、小麦粉大さじ3、塩胡椒適量、醤油小さじ1、カレー粉小さじ1、マヨネーズ大さじ1 2分の1を入れ、20回ほど分ぶ々んぶん引っ張ります。側面につく場合はヘラ等で落としてください。鶏ひき肉 300g を入れたボウルに、 ブンブンした具材を入れ混ぜ合わせます。生地の適量を取り、180度の油で揚げます。裏返して中まで火が通ったら完成です。